皆様こんにちは。8月7日今晩の相場展望チャート分析編をお届けしたいと思います。まず初めに、ドル円ですけれども、今見ていただいておりますのはドル円の4時間足、ちょうど今4時間の雲の中で揉み合いを続けておりまして、基本的には現在 38.2% 戻し、年間のレンジ幅の 38.2% 戻しが、この近辺、105円の40近辺なんですよ、42とかなんですが、下値がだいぶ硬い感じはいたします。なんとか突き崩しましたけれど、すぐに戻ってきてしまう。でまた現状は、21の移動平均線、100飛び5円の685にありますが、つい先ほども、上げて100飛び5円の高値が685にあってですね、ほとんどぴったりで止まったといった形になっております。少なくとも今晩アメリカの雇用統計の発表がございますので、リーボーダーは今日はイベントリスクは追わないということで起きませんが、イメージ的には雇用統計までの間であれば、早い時間であれば100飛び5円の85を売って、100飛び5円の30ぐらいを買い戻すぐらいのイメージで見たいと思います。実際に雇用統計の時には指し値はしない形にしたいというふうにイメージをしております。次はユーロドルです。ユーロドルに関してはこの 1.18 台、昨日のですね 1.18、特に朝方 1.18 の80台、今朝方ですがやって、そこから崩れ、戻りも 1.1850 が重たいといった形になりました。ちょっと10分足で見たいんですけど、そのちょうど 1.18935 とかその夜にやっていて、その前ですね、もう少し前、15分で見ればいいかな、この 1.19 台、ここで、やって、結果的には伸びきれなかったことで、ロングの利食いが入って 1.18 台の前半へ。この 1.18 の15のポイントっていうのはすごい大事なポイントなんですね。崩せずないで1回ショートカバーが出て 1.18 の935まで上がりました。もう1回、今日の午後攻めて 1.18 の195まで攻めて、これも安値更新ならずと。ということで 1.1850 台まで戻しましたが、もう1回攻めて 1.18 の20に肉薄する状況まで攻め込みました。非常に売りが強い形になっていて、目先は 1.18 の6070ゾーンが重たいだろうなという気はしております。ストップもし置くんであれば 1.19 の10において 1.1780 で買い戻すような形で 1.1875 の売りでイメージをしたいと思います。ただしこれもドル円と同様に、今晩差し値を置かないつもりでおりますので、跳ねれば今のところロングになってますので、今日の雇用統計次第ではありますけれども、もう一回、ユーロドルが潰れてもおかしくはない、そんな気がしております。ユーロ円です。ユーロ円は125円台、この2025ぐらいのポイント、このあたりがあれば一回軽く打ってみて4号ストップ、ここですね。それで買い戻しは124円の70をイメージをいたしました。ここです。これも雇用統計でユーロドルがどう跳ねるかにもよりますが、ちょっとやっぱり上値重たかったなという感じがしてまいりまして、朝方の125円の39ですね、ちょうどこの辺り40のところが非常に重たかった。昨日のニューヨークの引けも125円の42やって潰れてますので、125円の40近辺ですね、だいぶ重たかった感じがいたします。125の25を売ってみて、125円の45で損切るようなつもりのショートを振り、124円台70ぐらいで買い戻しのイメージを考えました。ポンド円につきましては、これも非常に上値が重たいです。実際に、今日は朝方も私138円の30で買いを考えましたが、ジンクスでこれ消しました。でもこれ決して、一瞬138円のこの30割れたところ一回置いとけばこれできたわけですけど、ただそれでも戻りがやっぱり非常に重たいので、
やるとすればですね、138円の、この60アッパー70にかけての売りを考えて139円で損切りを、買い戻しは138円でイメージをいたしました。オージー円ですが、オージー円につきましてもこれは非常に現状は上値が重たくなりつつあるだろうというふうに思います。この76円のミドル手前でダブルトップを打って崩れましたが、76円で一回支えられて反発しましたが26止まりという形になっています。76円のこの4550のポイントってまだ重たくてですね、高値を超えたからって言ってここ多分飛びつき買いをすると結構捕まるんじゃないかと、76円の50は重たいんじゃないかというふうに考えています。今時間足を見たいんですけれど、この76円の、50の手前ですねは、売ってみてもいいのかなと。ただし75円の8号近辺で、この辺りで買い戻しをイメージをしております。今日は雇用統計なので差し値は起きませんが、ドル円も売りで、ユーロドルも売りで、クロス円もすべて売りで考えたいというふうに思います。雇用統計出てくる内容が、実際にノンファンペイロールが、確か予想でロイター中心値で、160万ぐらいの、数字でございましたけれど、それよりは少し少ないかなという感じ。あと失業率自体も 11.1% ですかね、ぐらいですけれど、あんまり数字自体変わらないかなというふうに考えています。とにかくマーケットで、今週こそ失業率、失業保険申請件数と、継続受給者数が減少に転じましたけれども、それまでは、反転して増加しておりました。一時的にそのアメリカの雇用の情勢がですね、継続的にこう改善してきてるわけではなくて、足踏みもしくは、若干の、要するに横ばいから悪化とまでは言えないのかもしれませんが、順調に回復しているわけではなくて、足踏み状態ということなのかなというふうに思います。もう一回コロナ肺炎のですね、感染が、全米で拡大をしているという状況の中で、やはり、なかなかそう簡単にはですね、経済回復のところまでいかないのかなという気がしております。またテレビでやっておりましたけれど、3月ぐらいに、新規雇用をされた人間がですね、2月3月に新規雇用された人間が、4月5月に失職したというようなことが非常に多く、数多く見られたということでございますので、今回もですね、改善傾向を示しておきながら、またここでしばらく同水準で足踏みをする可能性もあるのかなというふうに考えております。したがってノンファンペイロールや、失業率がですね、大幅に改善をしていく感じではないのではないかというふうに一応イメージをしております。トランプ大統領が、いい数字が出るというふうに、発言をしておりましたので、マーケットはそれを見込む形でドルの買い戻しも出てきたかなというふうに思いますが、実際にこれがマーケットで織り込まれているのであれば、逆にネガティブサプライズはですね、悪い数字が出てマーケットが売られるという方向ではないかというふうに考えております。どんな数字が出てくるか今晩楽しみでございます。また何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思います。これで今晩の相場伝報終了させていただきたいと思います。それではよろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。